この先1週間のお天気をお伝えします。西日本や東日本は週末にかけて日差しの届くところが多くなります。ただ湿った空気の影響で天気は変わりやすく、急な雨や雷雨が心配です。また最高気温は35度前後、厳しい暑さが続きますので熱中症にもお気をつけください。北海道は秋雨前線の影響ですっきりしない天気が続き、雨が降り強まる恐れがあります。南西諸島は台風の影響に注意が必要です。週後半は雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。こまめに最新の情報をご確認ください。詳しいこの先1週間のお天気はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。